皆さん気づきました？電源。スイッチャーは別で電源取ってるんですよね。忘れてやらないの方がラットなんですよ。はい、どうも、始まりました。今回も没録関連の動画になるんですけれども、これまで初心者向けの音作り動画、そしてぼっちちゃんのパシフィカを完全再現する、この2本の動画やってきましたけれども、このチャンネル機材関連のチャンネルなので、ぼっちちゃんの機材を深掘りせにゃいかんということで、あの第1期最終回の集荷祭、あの文化祭のライブのぼっちちゃんのボードありましたよね。何のエフェクターを使っているのか、そしてどんな音がするのかっていうところを深掘りしてみたいと思います。ぼっちちゃんのボードですね、全部で5つのエフェクターというか機材が載っています。これ何のエフェクターを使っているのかっていうところを画像から紐解きながら、ここのボードに載せていきたいと思います。まず一番、これは確実っていうか間違いないっていうのからいくと、一番右下にあるスイッチャー、こちらですね。じゃーん、ボスの MS3。 このフットスイッチが4つっていうところと、ここの感じがもう完全にこの MS3 なんですよね。これはもう確定で、じゃーん、ここですね、右下に。で、これ何の機材でどんな音がするかについてはこの後やっていきたいと思います。2つ目、ワウペダルいきましょうか。この左に黒いワウペダルがあります。これじゃないかなと思うんですよね。クライベイビーですね。真っ黒っていうことと、あとこのトップ面に何も文字書かれてないので、左に置いてます。でね、ぼっちちゃんね、ワウ左足で踏むんですよ。これも最終話で、あの演奏してるシーン見ると、完全に左足で、まあ動かしてるんですね、ワウペダル。以前僕ツイッターでフォロワーの皆さんに、あのボリュームペダルだったんですけども、そのフットボリューム、右足と左足どっちで踏みますかってアンケートしたところ、7割の方が右足だったんですね。これまあワウとボリュームペダルまたちょっと違うと思うんですけども、これなんで右足が多いのかなと思った時に、この世にあるマルチエフェクター、結構右側にボリュームペダルだとかエクスプレッションペダルがついてるんですよ。右についてるから、やっぱどうしても右足で踏みに行く、でそれに慣れちゃうみたいな方が多いんじゃないかなと思ってまして、右で踏むとやっぱりこのボディがちょっと揺れることによってで、カッティングとかやりにくいっていう方は左で、僕も左足で踏むんですけども、ワウペダル、ぼっちちゃんは左足でした。続きまして、右上行きましょうか。黒いエフェクターですね。なんだと思います皆さん、これ。僕はこれじゃないかなと思うんですよね。じゃん、ラット、こちらです。ノブが3つ。インプット、アウトプット、そして DC のジャック。これがまあ上側。で、あと、よく見ると、ぼっちちゃんのラット、スラントしないんですよね。スラントっていうのは、最近のラット、あの、こう踏みやすいように、ここがちょっとこう斜めになってるんですよ。ぼっちちゃんのラット、どう見てもまっすぐなんですよね。結構古い1990年ぐらいのラットを使ってる模様です。続きまして、パワーサプライ行きましょうか。僕ね、初め MXR かなと思ったんですけれども、背面っていうか奥側に3つ刺せる、そして上側にね、なんか黒い点が2つちょんちょんってあるじゃないですか。じゃーん、こちらじゃないでしょうか。カスタムオーディオジャパンの AC/DC ステーションの V2 ですね。このちょんちょんっていう風にあったのは、このネジ、そしてこの背面は3つ、はい、これがこちらにあります。はい、そして最後、はい、来ましたよ、これ、永遠の謎、激ムズのペダル、青い筐体に黒いノブ、そしてスイッチがこの普通のこのプッシュ型の普通のフットスイッチなんですよね。前の動画で視聴者さんからコメントいただいたのが、ブルーオーシャンのディレイじゃないかって。ライブハウスでライブやった時に、1個だけ足元にディレイを置くかなっていうのと、踏んでその後こうぼっちちゃん1人で弾きますけども、あの時にディレイかかってないんですよね。悩みに悩んだんですが、たどり着きました、原作コミックス。これね、5巻の表紙とか例えば超いいんですよね。これね、これの3巻、こちら見てください。はい、どうですか、これ、この足元、ブルースドライバーじゃないですか。ということで、はい、こちらでございます、ボス、ブルースドライバー。まあね、ちょっと確かにフットスイッチ違うんですけれども、今回はブルースドライバーという風に解釈して進めさせていただきます。で、一つ大事なことがあって、あのこのボスの MS3 っていうスイッチャーで、まあ、各エフェクターを切り替えるんですけれども、ワウペダルがまずスイッチャーのループの中に入ってるんですよね、ぼっちちゃん。そうなってくると、このボスの MS3 って3ループあって、エフェクターを3つつなぐことができるんですけれども、ループのこの順番って入れ替えできないんですね。なので、ワウペダルはループ1につないでるはずなんですよ。じゃあループ2は何だってなると、ケーブルのこの向かってる方向で言うと、ブルースドライバーはこう、こっちにこう左の方に行ってるんで、ループ3じゃないんですよ。ってことは、1、
2、3なんですね。そうすることによってブルースドライバーでラットをプッシュする、ブルースドライバーをブースターとして使えるようになるので、多分ぼっちちゃんそう考えてやってるのかな。あともう一個すごいなと思ったことが、これね、皆さん気づきました？電源上から3つ取ってるんですけれども、これねエフェクターだけなんですよ。あ、エフェクターだけっていうか、スイッチャーは別で電源取ってるんですよね。ここほら線2本出てるじゃないですか、電源の。これね AC/DC ステーションのこのバージョン2っていう古いやつは中でアイソレートって言って電源がこう個別に分かれてないんですね。なのでデジタルのエフェクターとアナログのエフェクターを両方繋いじゃうと、デジタルエフェクターからノイズが混入してくる可能性があるんですよ。だからぼっちちゃんね MS3 は別で電源取ってます。今日僕も別で電源取ります。でこのケーブルの先にあるねこの機器がね、これね全く僕分からなくて、謎の電源の分岐を使ってるんですけど、これちょっともしご存知な方いらっしゃいました、あのコメント欄で教えてください。これちょっと分かんないんだよな。はい、仕上がりました。できた。そしてこの配線をねこうやって綺麗にするために必要なのはこちら、結束バンドってか、すいません。さあでは音を出してみましょうか。今回ですね、このブルースドライバーとラットっていう2つの歪みのエフェクターがあります。そしてワーペダル、こちらはあの正座になれたらで踏みますね。でこのスイッチャー何するものかと言いますと、例えばブルースドライバーをオフにしてその瞬間にラットをオンにしたいっていう場合、スイッチャーがあるとワンアクションで一気にこうパチって切り替えてくれるっていうものなんですね。でプラスアルファこの MS3 はリバーブだとかディレイ、いろんなエフェクトがかけられるので、お気に入りの歪みエフェクターと組み合わせていろんな音が出せるっていうエフェクターになってます。あとボッチャのボードチューナーないですけれども、 MS3 にチューナー機能も内蔵されています。じゃあ音聞いてみましょうか。まずはブルースドライバーですね。なんかねちょっとこのあっさりめっていうか、めちゃめちゃ歪ませてはいない感じのセッティングにしてます。多分ぼっちちゃん使い分けとしてラットの方がやっぱり歪むので、ディストーション的なテイストはこっちのラットに任せてるんじゃないかなと思ってセッティングしてます。で今度ラットの音ですね。さっきよりも太いですよね。多分あのステージだと忘れてやらないの方がこのラットなんですよ、太いんで。なんかこんな音じゃなかったですか。でブルースドライバーは逆に正座になれたらなんですよね、なんかこういう感じだったじゃないですか。軽め担当ブルースドライバーでがっつり担当ラットっていう風にするといいんじゃないかなと思います。でこっからは完全な予想というか、まあ僕ならこうするかなっていう設定なんですけども、1番2番を正座になれたら用のローゲインのブルースドライバー、そして3番4番を忘れてやらない用のラットのディストーションっていう風に分けています。1番はブルースドライバーとリバーブのみ、こうふんわりリバーブがかかっていて、あと普通のこの時にかかってるのもね全然ありですよね。そしてこの2番を押すと何が変わるかっていうと、ワウペダルが組み込まれます。そして3番にするとラットですね。こういう単音のフレーズもすごくね太く鳴らしてくれるので、ブルースドライバーとかだとなんかちょっと心もとないじゃないですか、このセッティングだと。なので忘れてやらない用のラットですね。で4番を踏むとディレイが加わります。こういうやつですね。これ何かっていうと、このね、A メロのフレーズ用です。この MS3 ってこのパッチごとにテンポが登録できるので、まあ、この4番だと忘れてやらないのテンポ184を登録しておいて、ディレイ側の設定はディレイタイムをミリセカンド設定ではなくて BPM に対するシブ音符っていう設定にしてあります。音作りのコツについては今ショート動画でいろいろ上げているので、そちらをぜひ見ていただければと思います。でこちらの長い尺の動画でも今後説明していく予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。今回このボッチザロックの動画を見て、まあ、ギターを始めてみたっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でギターってやっぱ初めなかなか慣れないうちはっていう感じになると思うんですよ。でもギターの練習を続けていると、同じエフェクターで同じセッティングでもっ
ていう感じで、なんかこう自分の気持ちにリンクした演奏ができるようになるので、ぜひギター続けていただければなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今後英語字幕とかも各動画つけていこうと思ってますので、もし海外の方見てくださっていたら、ぜひこれからもいろんな動画見に来ていただけると嬉しいです。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。